尖閣葵とは、馬の鈴草果敢遺族の多年草。別名尖閣葵。日本固有種で、琉球諸島の魚釣り島のみに分布する。産地の林内に生育する。多年草。葉は耐性、卵心形から、広卵上円形で、先端はやや丸みを帯び、長さ10から17センチメートル程度、表面は、能力色。 里面は単緑色で光沢がある。花季は2から4月。花のように見えるのは花弁ではなく3枚の学編である。学編は甲ラン系で、円は反り返らず、色は帯緑泡紫色。学編の根本にある学頭は円筒型で、長さ1 5ト、mm、ル程度。学編の基部にイボ状の突起があり、黄色みを帯びるのが特徴である。おしべは12個、めしべは6個。 園芸用の採取や魚釣り等に放築されたヤギによる生育環境である森林植生の柿卵等が要因で自生地及び個体数を減らしている。絶滅危惧愛 A 類生育地である柿の地方公共団体が作成したレッドデータブックに掲載されている。ありがとうございます。